森下って走れるかって聞かれたんですよ。いや僕いけると思うんですけどねって言ったら、おーそうかーみたいな、しかないんですよいろんな方に聞いたら、よく育成で残ってたよね。慶応って書いてケインって読む。新たなそのタイガースの戦力として、2月からキャンプが始まりますが、うん、赤星さんも今年臨時コーチとして参加されるとお伺いしました。はい、岡田監督からはどのようなことを期待されているというか。いや、期待されているというか、監督実はあんまりね、こうしろ、こうしてほしい、ああしてほしいとかって去年もそうだったんですけど言われないんですよね。去年僕ちょうど12月にちょっと監督と対談をちょっとする機会があって、言われたのは森下って走れるかって聞かれたんですよ。だから、いや僕いけると思うんですけどねって、普通にスピードもあると思いますし、思ってる以上にこれ速いなって、ベースランニング見ててもスピードはあるから、いや僕いけると思うんですけどねって言ったら、おおそうかー言うて、しかないんですよだから僕はだから監督が森下君にサインを出したくなるようにしたいなっていうのが僕のこのキャンプの一つの、こう見て、あ意外といけるなってちょっと思えるような練習ができれば、監督もシーズン入った時とかにちょっと森下にサイン出すかってなるかなと思って、そう思わせられるかどうかを期待してるのかなっていう、監督は僕にっていうのがあるので、 1,2 番はもうどこのチームも警戒してきてるわけじゃないですか。でこれ森下君が3番でこう時には動いてくるぞってなると、大山君に対する配球とかっていうのもね、またこういい意味でストレート系が増えたりとかっていう配球にも変わってきたりするんですよね。だから全く動きませんだと、去年どっちかって言ったらそういう感じだったじゃないですか。近本中野という2人がランナーにいての大山くんと、森下くんが一塁にいての大山くんの攻め方だと全然これ変わってくるんですよ。だけどこれ森下も来るよってなった場合に、 1,2,3 誰が出てても来るかもしれないっていう中で、大山くん佐藤くんに勝負しなきゃいけないってなったら、ピッチャーもやっぱりある程度クイックとかもしっかりしなきゃいけない。でなおかつキャッチャーの要求としても、いやこれちょっと待てよってなって、アウトコース寄りのボールが増えるとかね、そういうケースに変わってくると思うんですよ。だそれってやっぱりすごく重要で、だ森下君にはだから、正直去年も1個しかしてないので、どれぐらいその盗塁する力があるのか、実際にスタートを切れるのか、スライディングが上手いのか下手なのかっていうところは実際に行ってみて見ないと分かんないことなので、ちょっと行ってみての楽しみかなと僕は思ってますし、実際に彼はだから去年3番打ってて、 1,2 番が行く可能性が高い2人なわけじゃないですか。で、今年も多分その去年1年やってね、どういう攻められ方をするのかっていうのも分かってきてると思うので、打つ方にもねすごく影響も、いい影響も出てくると思うので、そういう意味でも彼が20本20盗塁できるぐらいの選手になってくれたら、よりタイガースは強くなるなっていうこともあるので、また去年以上の打線になるかなっていうのは思うんでね。だから森下君、一軍で言うとやっぱ森下君かなっていう、他の選手たちは去年ね、やっぱり一回一緒にやらせてもらって、誰がいけそうで誰がいけないのかとかっていうのもあるし、で中野君がなんか記事でね、ちょっとまた赤星さんにまたいろいろ聞きたいっていうようなことを言ってくれてて、彼はだから去年悩んでたことがあって、それは現実になってしまったっていう、これは言わないですけど、内緒にしておきますけど現実になってしまったっていうのがあって、でそれを多分どうしたらいいですかっていう、多分そういう話をしたいんでしょうから、行ってみてまたそういう話をできたらなとは思ってますし、でもね、本当正直こんだけ走れるかなっていう選手がいっぱいいるんで、行く意味あるし楽しいですよね。考えてくださいよ、僕いた時僕しか走んないんだからこれはね、本当矢野監督の時にね、本当に多分走塁に対する意識というのはすごくこうチームの選手として植え付けられてる部分が多分あると思うし、いい意味でそういうこうチームの高いモチベーションになってるというか、だから去年走塁練習とかやってても、そんななんか走塁に関しては教えることって、走塁ってね、結構教えたからとかっていう問題じゃなくて、やっぱ自分の判断でしなきゃいけない部分があるので、例えばなんか
子供たちに教えるベースランニングの仕方とか、こうやって回った方が早く回れるよとかっていうことっていうのは基本として教えることはできるんですけど、プロの選手たちって基本はまあそんなのある程度できてるじゃないですか。でそこからっていうの状況判断っていうのはやっぱりこうどこを見てどうだとかそういうことっていうのはもう選手たちがやっぱり自分たちで見なきゃいけないっていうのもあったり、あとだからまあ今年ちょっと考えてるのはやっぱりあと1点取るためにっていう走塁をどうするかっていう、いわゆるだからワンヒットなりでどんだけ帰ってこれるか、それは近野と中野という走塁のレベルの高い選手たちはワンヒットでこう帰ってこれるのは当然なんだけど、あそこでだから藤本コーチがもう全部こう回せるぐらいこう躊躇しなきゃいけないようなスタートとか切っちゃうとやっぱランナーコーチって難しくなるわけですよ。だけどやっぱりこうどれだけタイミングよくスタートを切って、特にだからツーアウトなんかっていうのは、ツーアウトランナー二塁っていうのはもう当たったらゴーじゃんか、ワンアウトとかノーアウトっていうのは帰塁もしなきゃいけないし、あの当たった時にライナーだったら戻らなきゃいけないとか、あとそのゴロの判断とかも必要になってくるでしょ。サードゴロ行った時に止まんなきゃいけないとかで、ショートゴロの時にこの打球だったらスタート切るのか、この打球だったら行っちゃダメなのかとかっていう、この判断っていうのもすごく大事だし、だからそういうのを実践的にやってもらおうと思ってて、だからきっちりあの、まあ、例えば筒井コーチにノックを打ってもらった状態でもう守りもつけて、藤本コーチにも実際に三塁コーチについてもらって、でも本当に打った打球で判断、だからショートとかセカンドとかサードにももうちゃんとあの誰か守ってもらってっていう走塁練習をしたいなって。あんまりね、正直惰性でやってる走塁練習ってあんまり意味ないから、脚力がある選手たちも多いんでね、だからもっと点取れるかなって なるかなと思ってるので、その辺はちょっとキャンプでねちょっとやりたいなっていうのはちょっと僕の今の現状で頭の中にはありますね。はい、森下選手以外に、はい、川口さん臨時コーチとしてこう注目されてる選手っていますか？あの僕今年あの球団からも言われてるんですけど、1日2軍に行ってほしいって言われてるんですね。まあ、その中で今回そのキャンプのメンバーを見た時に、実はあの今年育成で福島くんっていう子が白鵬大学から入ってるんですね。あの大山くんの後輩なんですけど、彼あの大学の時に記録を作るぐらい盗塁記録を持ってる選手で、で身長もね171センチで体重70キロぐらい、まあ、ほぼほぼ僕に近いというか、なんかね、なんかちょっとなんか興味があるというか、僕は勝手に、向こうはどう思ってるか知らないけど、ちょっとどれぐらいの選手なのかなっていうのを見てみたいな。 で実はいろんな方に聞いたら、よく育成で残ってたよねっていう選手らしいんですよ。でもともと僕だから阪神が指名したこともそうなんだけど、あのドラフト候補いろいろこう調べたりとかしてるときに彼の名前は知ってたんですよ。ケインっていう名前なんでね、慶音って書いてケインって読むの、すげえ珍しい名前だなと思って。変なし、今タイガースでなかなかレギュラーを割って入るって大変ってさっき言ったじゃないですか。って考えた時に、今やっぱり一芸の選手って絶対必要なんですよね。例えば守備固めとか代走とか代打とか、もう本当そういう選手の枠っていうのはかなり競争だと思うので、タイガースもだからそれは代走ってなるとね、上田海選手だったりあのいますけど、島田君とかいますけど、正直だから島田君とかは危機感感じた方がいいんちゃうかなって思うんですよ。同じ外野手で左打ちでタイプが似ててっていうことを考えると、彼がどれぐらいの能力を持ってるのかわからないですけど、ただやっぱりリーグ20盗塁ってなかなかねできないんですよ。これって僕も大学の時、まあ、トートでやってましたけど、結果そのトータルの盗塁記録っていうのが、4年間の盗塁記録っていうのが僕も一応かかってて抜けなかったんですよ。野村健次郎さんが持ってた、駒澤大学で広島のね監督もされた野村健次郎さんが持ってた記録にあといくつかっていうところで最終シーズン臨んだんですけど、塗り替えられなかったんですよ。でもやっぱそれぐらい、やっぱりもう大学野球になるとやっぱキャッチャーバッテリーのレベルとかも高いですし、やっぱそこでやっぱ20盗塁するってなかなかのもんだと思うんですよね。ただ速いから走れるわけじゃないし、盗塁はってなるとやっぱりどれぐらいのものを持ってんのかなと。今は支配下ではないかもしれないですけど、下手したら今年中なのか来年なのか分かんないですけど、新たなそのタイガースの戦力として目指すべきところは、まあ僕とか近本君とかで、まあ近本君とは僕も全然違うけど、あの
そういう、まあ、僕と近本くんの間ぐらい行ってほしいよね、せめてね、うん、僕よりもある程度長打も打てて近本くんぐらい行っちゃったらもう最高やけどみたいな。だからそれぐらいの選手なんだったらすごく今後楽しみだし、だからちょっとバッティングとか見るのもなんか別に関係ないけど、僕はねバッティングをしてるわけじゃないけど見たりするのも楽しみだし、守備がどれぐらいなもんなのかっていうのも、でもちろん一番の武器であるね足はどんなもんなのかっていうのはちょっとすごい楽しみだなと思ってて。私赤星のリードが毎週月曜日に会員制のラジオを配信しております。そしてその一部を YouTube でも投稿しております。阪神タイガースにまつわるさまざまなことだけじゃなく、まあどうですかね、まあ本当にいろんなことを、まあいろんなスポーツとかいろんなスポーツ以外のことも含めて、そのラジオではいろいろ話したりとか、逆にその会員になってくださった方からの、メッセージを見てそれにいろいろ答えたりとか、まあ、そういうことをいろいろやってますので、概要欄からご確認いただいて、そちらもぜひご覧ください。よろしくお願いします。